一日一ホラー、チャッキー王子の80年代ホラー映画館、スリープウォーカーズ。ま、あ正式には90年代に入った映画かな。あのね、ある町に親子が越してくるんですよ、母と子が。実はそれは化け物で、えっと、人間を取っては食ってしまう化け物なんですよ。ほんで、あの、透明になったり、擬態したりしてね。 あの、姿を隠すんですけども、それを見破れるのが唯一が猫なんですね。だからこの映画は猫が大活躍する映画なんですよ。もう猫に触ると、その化け物親子は一発で死んでしまうっていう感じなんで、猫を次々と殺していくんですね。まあ怖い話ですね。で、まあ主人公のヒロインの女の子はその息子の方に惹かれていくんですけども、 結局化け物ということが分かってピンチに陥った時に街中の100匹ぐらいの猫があの走ってですね、助けに来るんですね。もう最後は猫とのモンスターとのバトルですよ。もう猫大好きの僕からしたらたまらないシチュエーションですね。まあ、スプラッタードもありますけども、やっぱりその猫とモンスターとの掛け合いがかなり好きで、 あの、以前紹介したキャッツアイを思い出すぐらい、まあ、スティーブン・キングが書き下ろした、あの、シナリオね、原作がなくて書き下ろした、あの、脚本なので、猫好きのスティーブン・キングらしさがよく出てる作品だと思います。日本でも見られると思いますので、どうぞチェックお願いします。社教授でした。